ページも見せてください。少し考えてみるか。少し考えてみるか。そんなことないようですね。負けねばならないというわけだ。Hello again, it's me, Cage Wall. Thank you for who read slash watch my story. I really appreciate you guys. Sorry for late uploaded cause I have exam last week. By the way, if you have idea role for Sabaki, please tell me. I still had to find which character that fit him, and Snow Lily too. If you guys have idea or request, please leave it at the comments below. Hope you guys enjoy. What is going on?俺は日光とは向き合えねえのに。何なんだよお前。何って、心優しい引きこもり吸血鬼。窓から捨ててやる。俺吸血鬼だぞ。日光はやめろ。死ぬ。不老不死だけど死ぬって。人間はなんて残酷な生き物だ。うせえ妖怪。吸血鬼って、まさかどうにまの俺を襲って血を吸う気じゃ。ああ、そんな死ぬほどめんどくせえこと誰がするかよ。自意識過剰ってよく言われない。誰がお前なんか。遅いよ吸血鬼だな。簡単に言うなよ。犯罪だぞ。っていうか喉乾いたな。お茶もらえる？なあ、もうどこから突っ込んでいいやら。まあそう怒んなよ。夜になれば出てくって。とりあえず俺が人の姿の時に名前を呼ぶなよ。は？俺お前の名前なんか知らねえよ。猫だと思ったから黒って。
死ぬほどバカだな。なんだよ今の。めんどくせ。めんどくさがるな、説明しろ。ああ、説明とかめんどくせ。さっさとやれ、シンプルに。文句の多いやつだな。とりあえずこれだけは確実に言える。俺とお前は死ぬほど気が合わねえ。俺も今そう思ったよ。